東京理科大学。東京理科大学は1949年の学生改革の際に東京物理学講習所後に東京物理学校に改称を主な前進に設立された理系学部を中心とする新生大学である。なお、現在の東京理科大学の前進校で1951年まで存在した東京物理学講習所後に 東京物理学校に改消は、1897年、明治30年に、京都帝国大学が創立され、そこに、理工科大学、理工学部が設置されるまでの間、自然科学の教育を施したのは、東京帝国大学と、旧制専門学校の東京物理学校だけであった。自然科学教育を行う、専門学校を含む、 高等教育機関としては二番目に長い歴史を持ち、理学教育を行う私立の理系学校としては、最古の歴史を持っていた。夏目漱石の坊ちゃんに登場する物理学校は、この東京物理学校を指す。また、石川拓木の日記や北原白州の詩など、多数の作品において、当時の東京物理学校の講義の情景が描かれている。 2006年の学園創立125周年を機に、コンサイエンス、カンシャンス、英語、フランス語で、両親の意、21世紀の、科学は、両親へ向かうのコンセプトを打ち出した。2019年時点、日本の私立大学として、唯一、ノーベル賞受賞者、2015年、ノーベル生理学、医学賞の大村里氏を輩出した大学である。また、 自然科学部門のノーベル賞受賞者を出したのは2018年時点アジアの私立大学として唯一でもある。ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村博士の栄誉を称え、東京理科大学は2015年度寄付されたノーベル賞の賞金をもとに東京理科大学大村賞を創設している。理学の普及をもって国運発展の基礎とする。 教育と研究を共に重視する教育研究機関を目指している。教育面では、見学時からの伝統として、実力を備えた学生のみを卒業させるという、実力主義を受け継ぐ。研究面では、情報科学教育研究機構、総合研究所及び生命科学研究所などの整備、拡充に努めている。8学部33学科を有する。 日本を代表する規模の理工系総合大学である。1993年、平成5年には、唯一の文系学部となる経営学部が設置された。現在は、一般の大学同様に入学試験が課せられているが、東京物理学校時代は入学試験を行わずに、希望者全員を入学させる者の卒業基準は、厳しく、実力のない者は卒業させないという方針がとら、 卒業者は入学者の10%にも満たなかった。2010年代に入ってもその興奮は堅持しており、例えば Google マップで、厳しい大学、留年大学と検索すると、理科大神楽坂キャンパスが表示される。また、日本が近代化を成し遂げた明治から大正にかけて、当時のエィート養成学校である、市販学校と中等学校の数学、物理学、 科学の教員のうち、実に、半数以上を物理学校の卒業生が占めていた。そのため、物理学校は、別名、教員学校とも呼ばれた。学部卒業生の6割程度が、大学院修士課程に進学し、時代学院だけでなく、他大学院へ進学する者が多いのも、特徴である。特に、東京大学大学院への進学者数は、全大学中、第2位。 東大からの進学者を、区である。世界における本学の位置は、アーウー世界大学ランキングによると、第401から5 0位件である。アジアだけで見ると、第72位に位置しており、日本の私立大学では、慶応義塾大学に続き2位となっている。また、タイムズハイヤーエデュケーションによる、世界的大企業の信用排出数ランキングでは、京都大学、 東京大学に続き、日本の大学では3位となっており、私立大学では1位である。創立125周年を記念して、公式イメージキャラクター、ぼっちゃんとマドンナちゃんが制定されている。これは、夏目漱石の小説、ぼうつちゃんに出てくる、主人公を及びマドンナにちなむものある。政治、経済、法律に関する。 学問書が多かった1881年9月11日に、理学の普及をもって、国運発展の基礎となすの信念のもと、東京帝国大学フランス語物理学科を卒業した21名の青年理学士、桜井坊、高野瀬宗則、千本福隆中村忠男、中村京平、小林うなり、寺尾重、安田宗田、桐山厚志三郎、新谷定治、 矢田部梅吉、加瀬大輔、赤木博之、三森守、南畑田氏、和田裕二、沢野忠本、三輪、菅一郎、名村ほどさん、鮫島進、豊田秀英によって、東京物理学講習所が、島地区飯田町四丁目一番地、現在の千代田区飯田橋二丁目一番地から、球段北一丁目六番地周辺、球段下。 の私立若松小学校の一部を借りて設立される。設立当時、授業は夜間に行われていた。実験機材は創立者21名の母校である東京帝国大学から講義の度に借り入れ、終了後に返却していた。創立者たちは仕事の片ら無休で学生の指導に当たった。1885年には財政が窮地に陥るも、 創立者二十一名のうち十六名、高野、千本、中村忠男、中村京平、寺尾、安田、桐山、新国、谷田部、三種、南馬、和田、三林、名村、三島が、一同名規則、一人三十円の寄付と、週二回の無償講義、教師が都合で講義に出られない時は理由を問わず二十五銭を払うという決まりを結び、この場をしのぐ。 当初は移転を繰り返し、1886年11月に、神田商船長一番地の仏文開校舎へ移り、神楽坂に移るまで約20年間置かれた。夏目漱石、ぼっちゃんの主人公が通ったのは、この校舎である。夜間部は、理学部第二部があり、夜学として創立した本学を象徴する学部である。なお、専門学校時代、 東京物理学校までは入学試験は存在せず、誰でも希望すれば入学できた。このため、物理学校の性格上は、定大をはじめとする、旧制大学へ進学するための受験対策のための、備え校として機能していた。組織は、以下の通りである。アルファベットによる学科の略は、ローマ字、例、応用物理学科イコール応用物理、または、英訳、例、 建築学会コールアーキテクチャーの頭文字などから取られている。大学内部ではこの英字略称を使用することが多い。理学部、工学部について、大学は両者の第一部と第二部をそれぞれ独立した学部として扱っており、学部長以下の教学組織を完全に分離している。本校の記述もその見解に従う。ただし、文部科学省の認可は、 同一学部内の第一部と第二部として降りている。したがって政府関係の研究会や評議会、諮問会議などでは第一部と第二部の区別なく東京理科大学理学部教授などと表記される。2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村里氏は東京理科大学大学院理学研究科修士課程を1963年に 終了し、理学博士を1970年に取得している。2018年10月現在、日本人のノーベル賞受賞者としては、唯一、私立大学の学位を持つ。21世紀 COE プログラムとして、一件のプロジェクトが採択されている。グローバル COE プログラムとして、一件のプロジェクトが採択されている。国際共同、連携支援。 総合戦略型。1から3、6から9号館は、狭い土地に立ち並ぶ、ビル群となっている。校舎間の行動はほとんど指導化され、学生たちが群がっている。図書室は1号館の9から11階にある。これらの校舎がある場所から外堀通りを、市ヶ谷方向に進んだ場所に、若宮校舎、数学科研究室、11号館、ターミナル室、5号館、 科学科研究室、体育館、10号館、科学科実験室がある。10号館は、飯田橋駅と市ヶ谷駅のほぼ中間に位置し、法政大学のボアソナードタワーが、外堀の橋を渡った目の前にある。各建物は、迷路のような連絡通路で結ばれている。2004年から2013年の間は、都市基盤整備公団級本社を取得したことに伴い、球段校舎との 二校舎体制となっていた。2003年4月に薬学部校舎が野田に移転、跡地に5号館を新設したのを皮切りに、再構築計画が進行中であり、当初は2006年4月から9月に2.37.89号館を解体し、それに引き続き、跡地に新2号館を新築する予定であった。しかし、所在地である新宿区が2006年3月31日に、 施行した建築物の絶対高さ制限規定によって制限を大幅に超える新2号館の建築計画は頓挫し、計画開始から2年半ほど経った2008年9月、現在も工事は9号館の一部を解体するに止まっている。計画の大幅な遅れから学生や地元の神楽坂商店街にも深刻な影響が出始めているため、新2号館、学生会館の計画を縮小。 葛飾区金町の工場跡地に土地を取得し新たなキャンパスを建設した。その第一段階として葛飾区が実施する大学誘致事業に応募誘致大学に選定された。もともと専門職大学院が入っていた東京富士見ビルを全面沈借し2015年に改修した上で使用を開始。教養科目は神楽坂キャンパスを使用し、 専門科目については、藤見校舎を使用する。経営学部の研究室及び、階段教室、図書室、食堂などを併設。理科大経営学部の特徴は、数量的、計量的な解析を中心とした科学的なアプローチによるイノベーション重視の経営学部である。また、分離融合は経営学部のモットーの一つとしており、教授陣の半分の人数が理学、 工学系である2011年3月現在、語学系分野のスタッフを除く管理会計を中心とした会計学、経済政策、コンピューテーショナルエコノミクスに重点を置いた数理経済学を行っている。日銀グランプリ2005年以降や日経ストックリーグに応募しており、第12回日銀グランプリでは東京理科大学経営学部が最優秀賞を受賞している。 就職においても、読売新聞社が発行、編集する、就職に強い大学2012年度版の、学部別就職率ランキングで、全国1位となった。また、2013年度版の、就職に強い大学でも、学部別就職率ランキングで、全国1位となった。神楽坂校舎の校で述べた通り、2013年4月に、葛飾キャンパスが設置された。この場所は、 三菱製品香川工場は土地である。大学を隣接する公園と一体化させ、パーク型キャンパスを、コンセプトに、地域住民や学生が集い移行空間を目指す。遊びながら、科学を理解できる、未来ワクワク館が併設されている。野田市南部、殿運河沿いにあるキャンパス。グラウンドや、体育館、宿泊施設なども完備されている。講義棟や薬学部キャンパスなど、 新しい施設も多い。大学では、当キャンパスを、リサーチパーク型キャンパスと位置づけており、再構築に伴って様々な研究施設が建設されている。野田校舎の付近には、霊波の光という宗教法人の建設物が設置してある。1958年に、国分寺校地1942年及び1943年に購入し、 農業理科学科が置かれ、同学科廃止後グラウンドとなっていたの売却駅を元に87,491メートルの土地を購入し、1959年11月に運動場の造成が完了。1966年3月に1号館、講義棟を竣工し、同年6月までに171,652メートル。 1977年度までに572,679メートルの高地を取得した。1980年には隣接する三輪に約6万メートルの借地圏を同窓会が取得し寄贈されたリマド会記念自然公園。1990年までは国道16号の北東側もキャンパスの一部自動車練習場であったが NHK 庁の連続ドラマ、君の名は の屋外セットロケ撮影地として利用された後、関東運輸局千葉運輸支局、野田自動車検査登録事務所となった。2013年に基礎工学部2から4年次と基礎工学研究科が葛飾キャンパスに移転。2025年4月に薬学部、薬学科及び生命創薬科学科及び大学院薬学研究科を野田キャンパスから 葛飾キャンパスに移転予定。基礎工学部の一年次は全寮制四人部屋のおしゃまんべキャンパスで過ごす。このおしゃまんべキャンパスがあるため、おしゃまんべ町の年代別人口比率では18から19歳の分布が飛び抜けて高くなっている。2020年をもって基礎工学部の開祖とともに一年次の全寮制教育を終了する予定であるおしゃまんべキャンパスは、 国際化のための教育の場として活用。1993年に開設された。久喜市はキャンパスを誘致するために、幼稚取得や、校舎建設のため30億円の補助金を拠出、また、周辺道路を約10億円かけて整備した。2011年7月、東京理科大学側から、久喜市に、久喜キャンパスから、 神楽坂キャンパスへの全面移転を希望していることが伝えられた。その後、両者の間で協議が行われたが、2012年6月、2016年度より、経営学部2年生から4年生までを、神楽坂キャンパスに移す方針であることが明らかになり、2014年、平成26年7月には2016年、平成28年3月末で閉鎖して、 経営学部と大学院経営学研究科を、神楽坂キャンパス全面的に移転する方針を固めた。区域駅から西に、約 2.7km 地点に位置し、キャンパス付近は、水田や畑が多く存在する、農業地域である。校舎は3階建て、一部2階建て、A 棟から E 棟までが、それぞれ、大の字のように建てられ、各棟及び図書館はシームレスに行き来できた。 また敷地内には武道園がある。東武鉄道と東日本旅客鉄道の区域駅の西口から東京理科大学区機校舎まで無料のスクールバスが運行されていた。また校舎内においては全館禁煙とされており、喫煙者は建物の外側に設置してある灰皿付近においてのみ、喫煙が可能であった。区機校舎における経営学研究科 経営学部のみで実施されている学園祭を区記祭として毎年11月頃に実施していた。2016年3月末、経営学部の神奈坂キャンパス、富士見公社移転につき閉鎖。学園祭は理大祭と呼ばれており、神奈坂地区、葛飾区地区、野田地区にて11月に開催。おしゃまんべについては10月にキャンパス祭を開催している。また、 葛飾竹理大祭は、プロジェクションマッピング、物産展などの葛飾区や企業と連携した企画や、大学の立地条件を活かした外部とのコラボレーションを積極的に実施している点をはじめ、体育館や講義等の一フロア全体を使用した理系大学ならではの実験教室も子供連れのファミリーで賑わっている点が評価されている。2016年学園祭グランプリでは準グランプリを 獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。